はい。皆さん、こんにちは。お元気ですか今日は先週の続きのユニット6、ストーリー2の方に入っていきましょう。先週の三人称単数現在の話、覚えてますかもう一度おさらいをしてみましょう。今回問題になっているのは、ここのことですね。三人称、ひ、し、いっと、または人の名前。 ね、これらを三人称と言いますね。一人しかいないので単数。で、ここの s とか es つけるのは現在形に限られていますね。そのことをもう一度、えー、前回の、ね、ビデオを見ながらもう一度復習してみてくださいね。それでは、今回ストーリーツいってみましょう。まず読みますからね、聞いててくださいね。はい。writes a blog About school life, local food, nature, and nice spots of dra diving and sebu. He doesn't write very often, but he gets a lot of nice comments. I enjoy his blog very much. Takuya usually posts pictures on his blog, but He can't take pictures in the sea.He doesn't have a waterproof camera.So he wants one.He really loves a beautiful sea life.Thank you. こういう文ですね。拓也くんのブログの話が出てきています。それでは、一回ずつ、一文ずつ読んでみましょう。後について一緒に読んでみてくださいね。 Ikimasu. Takuya writes a blog about school life, local food, nature, and nice spots for diving in Sev. He doesn't write very often. But he gets a lot of nice comments. I enjoy his blog very much. Takuya usually posts pictures on his blog. But he can't take pictures in the sea. He doesn't have a waterproof camera. So he wants one. He really loves the beautiful sea life. Thank you. はい。では、一緒に上から訳していきましょう。たくや writes a blog about school life, local food, nature, and nice spots for diving in Sev. たくやは writes, 書きます。何を a blog, ブログを書きます。何についてか、about ね。何についてか。 school life, 学校生活とか local food これは地方のそのセブ島の食べ物そして nature, 自然それから nice spots of diving in s e u のいいダイビングするところのナイススポットいいスポット場所ですねそういうことについてブログを書きますいいですね He doesn't write very often. 彼はそれほど頻繁に書きません。But でも, he gets a lot of、nice、comments. でも彼はナイスコメントだから、まあ、ブログの中の、ね、内容がとてもいいのがいっぱいあります。ね、I enjoy his blog very much。私は彼のブログが とても楽しみにしています。彼のブログをですね、ブログをとても大楽しみにしています。I enjoy.Takuya usually post pictures on his blog.Takuya、えー、は彼のブログに写真を投稿しています。u s u a l l y っていうのはよく。いつもはってことですね。いつもは写真を、彼のブログに写真を投稿しています。But He can't take pictures in the sea. でも彼は海の中で in the sea でですね海の中で写真を撮ることができません。Take pictures。これで写真を撮るという言い方ですね。So、can't なのでできません。He doesn't have a waterproof camera. 彼は doesn't have なので持っていません。何を持っていないのかというと Waterproof camera。これは海中、海中カメラ水中カメラ <laughs> を持っていません。だから、そう。だから、He wants one. それが欲しいんです。ね、He really loves beautiful sea life.Really. 本当にですね。彼は本当に美しい海の生活を愛しています。もう、セブと命ですね。 はい。Thank you. ありがとう。そう。あの、スピーチの一番最後には、日本語ではどうもご清聴ありがとうございましたとかって言いますけれど、英語ではだいたい Thank you で終わります。はい。ここでポイントになっているのは、ここですね。Takuya, r i g h t の三人称単数の S。Takuya は三人称の単数形ですね。 今これは現在形の形なので三人称単数 S がついていますそして今日新しく出てきた「He doesn't」これはもともと今まで皆さんが使っていた「don't」の三人称単数現在のバージョンですねそして「He gets」なのでここにも三人称単数の S がついていますそして「拓也」は「ポスト」「投稿します」ってことでここにも「 三人称単数の S がついていますね。そして、あ、ここも doesn't がありますね。doesn't have a waterproof camera。そして、he wants。ここにもあります。そして、he really loves。で、三人称単数の S がたくさんついていますね。そして、今回はキーセンテンス26番のところに、 三人称単数現在の否定文、何々しませんという言い方。これが新しく出てきています。今日はその三人称単数の否定文と疑問文の作り方。これを一緒に勉強してみたいと思います。こちらの方は、えっ、ー、と、役の方大丈夫ですかね。はい。こういう二つの例文を出してきましたよ。 I write a letter. これは皆さんが今までよく見たことのある英文だと思います。私は手紙を書きます。この文ですね。私は手紙を書きます。はい、これを否定文にしましょう。私は手紙を書きません。はい、私は書きません。これ一般動詞なので、突然、do が出てきますね。 書きません。なので、do not または短縮で d ー n とと書いてもいいですね。そして、write a letter これで私は手紙を書きませんという文が出来上がりますね。そうすると今度はあなたはあなたはの文にしてみましょうか。 あなたは手紙を書きますかはい、どうでした一番最初に do が来ましたね。do you で始まる疑問文でしたね。do you write あ e r こうなりますね。これであなたは手紙を書きますかはい、書きます。の場合が yes, I do いいえ、書きません。 これが No, I don't こういうのを習いましたねこれが否定文ですね否定文何々しませんこちらが疑問文ですね疑問文こういうのはもうすでに皆さんが書けると思いますはい今回は三人称単数のクヤのバージョンを言ってみたいと思います拓ヤは三人称 そして1人ししかいません。そして現在形です。なので三人称単数の「S」がついています。これを「くやは手紙を書きません」というふうにしてみましょうか。否定文にしますよ。くや。否定文、えー。教科書にありましたね。これ。ドーンとの代わりに「ダズンんと」になります。だーずんと。ね。そして「r i t e あ、レター。こうなります。くやは手紙を書きません。じゃあ、ここの S はどこ行っちゃったのここの S はどこ行っちゃったのここの S はここに来ちゃいました。なので、ここの S はなくなりますよ。ここの S がここに来るんだよ。なので、ここの S、ここは原型に戻ります。 S, s を取って、こっちに来てね。こっちに S をつけて、Right の方は S を取ります。そして今度は疑問文にしましょう。タクヤは手紙を書きますかの疑問文にしていきましょう。はい、タクヤは三人称なので、Do ではなくて、d e s で始めましょう。d e s タクヤ、Right あ、レター。となります。はい、ここも、この S.、ここにあった S.。これはどこに行ったのかというと、ここに来ましたよ。ここの S. は、ここに来ました。ね、一つの文で、三人称多すの S. は、一箇所だけでいいです。 ここもここも入れてはいけませんよ。ここの S をこっちに持ってくる。移動するだけですね。はい。それで Yes で答えましょう。タクヤは2回同じ言葉を用いない。代名詞という言葉を用います。拓也くんは男の子なので Yes, he does になります。No だと No, he doesn't になります。 こういうふうに変わりますね。なので、えー、三人称単数がやってきたら、ね、えー、っと、何が変わるかというと、どーんとだったのが、だーずーんとに変わります。do you って聞いてた do だったのが、だーずに変わります。 そして、一つの文で一箇所だけ三人称単数の S、または ES をつければいいので、ここの S がこちらに移動する。または、ここの S がこちらに移動する。ということなので、ここは S いらないですよ。こちらも S いらないですよ。一人称、二人称の否定文、疑問文の時には、 S, s のことは考えなくてもよかったと思いますが、三人称単数の話になってくると、S をどこにつけようかな、S がいるかな、いらないかな、do じゃなくて d e s だのねっていうように考えていかないといけませんね。はい、えー、しばらく三人称単数の話が続きます。えー、1年生で えっと、B 動詞一般動詞その次に大事なっていうか、高校生になっても、大人になっても、三人称単数の S を忘れてしまいます。これは日本語にない習慣なので、しっかりと、ね、慣れていきましょう。学習する自分では分かっているつもりでも、いざ書いてみると書けないっていうことが多いです。ですから、いっぱい書いて、いっぱい練習してみてください。それでは、またお会いしましょう。 さようなら。